チロリアンは1962年にチドリアが発売した洋菓子で製造販売元である福岡市の株式会社チドリ万ソウ本舗の登録商標である。オーストリアのチロル州に古くから伝わっていた伝統的なレシピのロールクッキーにクリームを詰めるというアレンジを加えたもの。福岡の戦後復興期における第一次洋菓子ブームの火付け役となった。 1962年の発売当初は洋風巻きせんべいとして発売を開始し、1968年よりチロル高原にて撮影されたチロリアン CM が放映された。この CM は福岡でも知名度が高く、放送終了した現在でも懐かしの CM として取り上げられることもある。発売以来、千鳥万獣と並ぶ、 チドリアの主力商品として販売されており、日本の各地域の食をテーマにしたきって美味しい日本シリーズにも九州の代表的なお菓子として掲載されている。2019年11月にチロリアン専門店として福岡空港内にチロリアンフォレストが開店した。通常商品として販売されているバニラ、コーヒー、チョコレートの3フレーバーのほか 九州の特産品である福岡、魔王、やめ玉露、宮崎マンゴーをフレーバーとして使用した九州パラダイスシリーズ、沖縄限定販売の沖縄パラダイスシリーズ、福岡空港限定販売の太宰府梅、季節限定のきな粉など限定商品が登場することも多い。また、冬季限定でバニラチロリアンをチョコレートコーティングしたアルプスショコラも販売されている。さらに、 株式会社チドリア総家では高級版プレミアムチロリアンとして販売。チロリアンのパッケージに登場するキャラクターについては株式会社チドリマンジュ万ソ総本舗が運営するブランドサイトチロリアンドットコム内でチロリン村の仲間たちとして紹介されている。同キャラクターが登場するラインスタンプやオリジナルグッズの販売も行われている。など、チドリアを彩るな CM。 2020年10月6日閲覧。名シーンムすぎる福岡メーカーチロリアンの秘密。2020年10月6日閲覧。チロリアン。2020年10月6日閲覧。美味しい日本第一週福岡。2020年10月6日閲覧。チロリアンショップ空港店。2020年10月6日閲覧。新しい梅味は福岡空港限定。 チロリアンフォレストオープン。2020年10月6日閲覧。チロリン村の仲間たち。2020年10月6日閲覧。チロリアングッズ紹介。2020年10月6日閲覧。ガンダムチロリアン。2020年10月6日閲覧。赤箱チロリアン。2020年10月6日閲覧。チロリアン限定アイテム。2020年10月6日閲覧。 渋谷のコンセプトショップ、ザ・渋谷スーベニアストア。2020年10月6日閲覧。ありがとうございます。